あ、おはよう。ああ、みんな街を見に行ったみたい。そうらしいな。あのタンク思い出さない？ああ、約束した場所だ。あの時の服お気に入りだった。ああ、水色みたいな、緑みたいな色の。うん。先輩またタンク撫でてるよ。怖い。でももし泣けば泣くほど強くなるんです。朝から飲んでる。酒じゃねえよ。祝杯はセブンスヘブンを再建してから。その時は俺がおごろう。そりゃ嬉しいね。じゃあ高い酒を仕入れとかないとな。お客さん、新顔だね。現在停戦中の部隊の関与も視野に入れて。新社長就任の噂でした。次は見晴らし通りの舞台。あ、クラウド、おはよう。ああ、何をしてるんだ？クラウド探してたの。そうか。今夜に用事？あのね、その塔の上行ってみない？ああ、行こう。やったー。それじゃあ入場塔の前で集合。いらっしゃいませ。魔導書店。お客さん、スキルブックをカスタマイズするのは初めて？スキルブックを強化するには持ち主にそれ相応の知識や経験、能力が必要なんだけど、お客さんは大丈夫そうだね。早速やってみようか。まあ、最初はこんなもんかな。スキルブックは仲間との絆が深まることでさらに力を引き出すことができるよ。また強化したくなったらいつでも持ってきなよ。店長さんの衣装は生命学の学者らしい。ニットが今変わったの？この魔法じゃん。それじゃあ行こっか。お。ニットガル、こっちだったよね。そのはずだ。さあ次だ。あんたらアバランチだろ。心配するな。カームの宿屋から連絡があった。シンラが本格的にあんたらを探すらしい。ここも安全じゃないかもしれない。湿地帯の方に使われていない船着き場がある。身を隠すにはいいかもしれないぞ。ごめんね、もう持ってないの。牧場に戻ればたくさんあるよ。おいなし沼もあるって話じゃん。それにヘビの化け物も出るんだろ。チョコボなら大丈夫って言ってたけど、この子たち信じよう。特殊な反響音を検出しました。クラウドさん、召喚獣の祠を探してみてください。共和国時代に作られた古い道だ。整備をしなければこうなる。真羅は自分で使